あれでだ。あれでだ。よし、寒いよ今日も。寒いよ。あらし。あれだロンゲ早く切れって言われるんだけどな。これ切ったら寒くなるんだよ、首筋がよ。ああ。だから、今年の冬は切らない。ああ。ありがとう。応援サンキュー。よし。広めたところと広めて根付いたところと最初のところはまた違う。それこそ醤油だってお前発祥の地は湯浅じゃねえかよ、和歌山じゃねえかよ。だけど醤油って言いやあんなおめえ千葉県になってんじゃん、野田醤油とかよな。ずんだも発祥は仙台なんだ。いや、それはガセってことな、フェイクな。わかった。わかった。いや、俺も聞きかけだからわかんねえよ。だからそういうのみんなで検証していくのは面白いじゃん。実際はどうなんだよ、みたいな。いや、薄いんだよ。ペラなんだよ、ペラ。だから人から聞いたら、ああ、そういうもんなんだと思ってすぐ信じちゃう。だからおかしいじゃねえんだよ。俺が聞いた話だけどなって前置きがあるから。ああ。だってめくれさせる、え？お前らに機会を与えてるんだから優しいだろ？ああ。いや、俺、最近、全部乗るよ。うん。素直な心。ここ、今度書いとこうか。うん。あ、ねえ、俺の家が住所がどこだか知りたいだけなんだ。なあ、大阪市中央区日本橋 2-14-6。な、上里奈日本橋401号室だ。バカ、この野郎。クソみてえなこと言ってんじゃねえよ、この野郎。おい。バカがざま見ろ。ああ